炎直に吊り下げられた重り炎直とは、重りを糸で吊り下げた時の糸が示す方向。すなわち、重力の方向。水平面に対して、垂直の方向。炎直線とはその方向の直線のこと。炎直線は、重力の等ポテンシャル面の方線となる。炎直線は、水準器を使って、水平面を得ることにより、間接的に求めることもできる。 平均海水面地球が円体その地点の円直線地表面ジオイド地球の重力ポテンシャルを完全な球対象とした場合、地表上のあらゆる円直線は地球の中心の一点で交わる。また、重力の方向と一致することから、物体を自由落下させたとき、物体がたどる経路は円直線に一致する。より正確には、地球の重力の等ポテンシャル面は、 回転楕円体の形なので、地表の円直方向は、極及び赤道を除き、地球中心を指していない。さらに正確には、地球の重力ポテンシャルは複雑で、地表付近の重力の等ポテンシャル面は複雑に、歪んでおり、回転楕円体面の方線方向と比べると、実際の地表の円直方向は傾斜していることになる。これは、円直線偏差と呼ばれる。なお、 回転楕円体の幾何形状に基づく軽移動、即地経移動と呼ぶ。これに対して地表の延直方向に基づく天頂方向を基準にして天文学的に定められる軽移動、天文経移動と呼ぶ。両者の値には延直線偏差が現れる。また高度が上昇するに従って延直線は南北方向に極わずかに湾曲している。これは重力が 赤道に近づくにつれて弱くなるからである。また、わずかながら周囲の地形によっての影響を受ける。ありがとうございます。